ドム、プロトタイプ、ドム、ドム、トロピカルテストタイプの全部で3種類があって、3回やってきたんだけど、おそらくね、全部被った。3回連続ドムが出て、まあトリプルドムができるから全然 OK なんだけどさ、あの他の残りのメンツはフィギュアショップで探してゲットするわ。今回は3個トリプルドムを自分のあの手でガチャで回してきたということで、トリプルドムをね、これがラインナップの紙、これなんだこれ。なんかついてる。ドムヘッド丸1、シールがついてる。これパケに書いてあったっけ？マジで、あのトリプルドムできるじゃん。俺手がマジ、モビルスーツにジェットストリームアタックをかけるぞ。ザン。で、これがラインナップの神を、結構難しそうだ。いや、前回、ザケットの時も結構苦戦したからね、俺ね。俺こういうのすげえ組み立て苦手なんだけれども、まあ今までなんとか組み立ててこれでが多分大丈夫じゃないかなということで、まあ、種類はこの、あの3種類ね、最初に言った通りこの3種類があって、まあ白黒で分かりにくいんだけれども、やっぱドム、トリプルドムできてよかったかもね。トリプル、マジ、ちょっとよかったかも。このシールついてるし、トリプルドムでよかったかもな。前週コンプも、あの、コンプリートストリームをやりたかったけど、コンプリートストリーム。しかし、ほんとすげえよな、このシリーズ。この丸がさ、この丸がドムとかザクとかガンダムになってするんだもんな、ヘッド。ヘッドになるって。で、これ分解していくと、こんな感じになるという。まあ、大丈夫だよ。まあ、壊れはしないと思うけど。いや、でもブレーカーは俺だから握力を最小限に設定して、こう分解していく。おー、やべ、大丈夫か？なんか、合ってるような、分解合ってる、こんな感じで分解していくということでね。おー、あ、ドームの、モノアイの、ドームの、あ、ちょっと待って、大丈夫か。こう、動くよね。動くよね。ドームの、あの、目が、モノアイが動くっていう、上、下、右、いろんな稼働ができるね。おー、素晴らしい。ドームのモノアイ。で、下のこの丸い部分も、取れるは、まあ、絶対取れるよね。そして、この半球部分、このヘミスピア部分も取れるはずなんだけど、取れるよ。あ、そうだ。こんな感じで取れると。で、分解が終わり、あとはこの説明書の通りに、まずは全部バラバラに分解して、組み立ての準備をし、で、付属するシールは好きなところに貼ってくださいと。マジ、このシール嬉しいな。このシールがすげえサプライズなんだけど、ガチで。マジで嬉しい。黒い三連星できるじゃんね。このシール。パケに書いてあったかな？おそらくね、こういう重要な情報は書いてあると思うから、俺が見逃してるだけなんでね。シール、これシールついてるから最高だぞ、これシール。ドムヘッド。まずは土台になる、このパーツから組み立てていくかなという。このさ、おー、下の、すげえ、殻の部分全部余すとこなく使えんのかな、今回。今回、なんか、いつも余ってたよね、これね。セーラームーンのやつとかも余ってたし、こういう系のシリーズで結構余るような気がするんだけど、これ余らないんかな、今回。すげえなんか綺麗に作れる感じがする、説明書見る限り。めっちゃ、おー、無駄なく使えんのかな。このさ、赤いクリアパーツのモノアイの部分がすげえかっこいいんだよな。ここめっちゃ気に入ったわ。このモノアイの部分光らせたいね、マジで。次にこのパーツをここの溝に合わせながら下にスライディングしてはめ込む。そしてついにこの土台の部分にドムのモノアイパーツの、うわ、すげえ、めっちゃかっけえ、うわー、この時点でかっけえ。お前バカ野郎かな、この時点で超かっけえやんけ、お前。すごっ、ザ・モノアイも動く。ちょっと上に向けておこうかな。このアイガードをね、アイガードをつける。目を、モノアイを守る。ディフェンスのモーション。おお、すげえ。スライドさせて取るって書いてある。これ取れないんだけど。これどうやって取んのこれ。マジで。パワーでいったら絶対折れるわ。待って。ちょっと待って、これ取れない。これ取ってね、逆さにしたいんだけど、スライドさせて取る。おお、取れた。待って、嫌な音した。折れてない？大丈夫か？ああ、よかった！ブレイク発動せんかった！あぶねえ！で、逆にすんだって。逆にして、はめ込むと、こんな感じか。一気に汗出たな。あぶねえ！マジ危なかった。泣きそうになったわ。折ったと思った。でも、あそこ折っても大丈夫じゃん。あ、ないか。あそこ支えてるもんな。全然大丈夫。すげえ重要なパーツだったわ。あぶねえ、あぶねえ。なんとか今までね、折らずに来れた。うわ、超かっけえ！そして最後にこのモノアイパーツのところを止めないとスポッて取れちゃうから、このモノアイパーツのところを止めるこの土台を最後につけて、向き合ってるよね、これで。向きは合ってるよ。このパーツがいらねえのか。なんか変だなと思ったんだよね。このパッケージの画像を見るとなんか違うなと思って、このパーツが取り外してるもんな。でもこれつけてても別に問題ない気がする。つけてても、逆につければ、こうつければ、つければ見えなくねえ、これ。普通につけててもいいような気がする。ほら。わかんなくねこれ。まあ、つけとこう。つけとこう。おお、完成した！ドムヘッド完成、ザン。
うお、超かっけえ。そしてあとは残り2つのドームも今と同じように組み立て、まあ、シール好きなところに貼っていいよ。だから、まあ、ちょっと貼っちゃってさ、カスタマイズしてもいい。まあ、色塗る予定もないし、でも貼ったら色塗れないよね。色塗りたくなった時に、あ、まあ、塗れなくもないか、剥がせば。でもいや、まあ、でも貼っ、うん、貼るわ、貼ろう。組み立ててるときは全く気づかなかったんだけどさ、シール貼るときに、あれと、一枚多くねっていう。一枚多く、まあ、どれに入ってたか、まあ、最初のは違うでしょ。で、2個目、3個目、高速で今組み立てたから、あんま見てなかったんだけど、多分どっちかに2枚入ってた、シール。すげえ、まあ、ラッキーなんだけど、まあ、たまにこういうことあるけどね、まあ、たまにこういうことびっくりしたわ、ラッキーだけど、シール2枚貼るってなって、で、今シール、あ、そう思って並べるか、まずはオルテガキを、マジでか、ちょっと待ってくれ。いや、これやばいやばいやばい、想像以上に、想像の1万米かっけ、1万米。うおジェットストリーム、アタッキング。もうやばくないこれ、オルテガ、マジ、モビルスーツにジェットストリームアタックをかけるぞ。かけるぞ、うわ、あ、シールちなみにここにあった。ここにあの、貼っただけ、あと他貼ってないんだよね。もしかしたらさ、色塗りたくなることが、いやでも塗ったらね、台無しになるパティンが結構多いから俺。だい、多分塗らないと思うけど、もしなった時のために、まだ貼ってないんだよね。いやでも貼ろうかな。ちょっと迷ってるんだけど、シールはここにね。あとさ、目をさ、光らせたいんだけど、あの動画であるのよ。マジで改造で、目見たんだけど、むずいんだよね。俺できない気がする。悪気がする、どっか。どっかがしたらやるかす気がして。いやでもやってみてよな。いやもうちょっと、あとフィギュアショップでコンプしな、あの買ってきてコンプしなくちゃいけないし、結構あのミッションがまだ残ってんだよね。光らせたいし、コンプもしたいし、あと色もね塗りたいって気持ちもあるんだよね。でも台無しになりそうでさ、ちょっとでもやろうかな。まあ被りもう一個ゲットしてきて、その被りでやろうかな。まあそれだったら別に失敗しても、っていうか被って最高だったよなこれな。あの今から思えば、いや3回ドーム来た時はちょっとへこんだんだけど、いやコンプちょ全部全種類見たかったなと思って。でもよくよく考えたらさ、フィギュアショップでもゲットできるから、これちょっと高くなるけど、まあゲットできるし確実に。でもさ、ドーム3個あったらトリプルドームができるからさ、全然良かったよね。ゲットできてこれ全然良かったわ。てかむしろ逆に良かったぜこれ。トリプルドームを先に再現してからのコンプリートだから逆に良かったわ。すげえかっけえ、トリプルドーム迫力やべえなー。ということで今回はドームヘッドトリプルドームの開封レビュー動画でした。マジでトリプルドームでよかった。俺正直ドームそんな好きじゃないんだよね。一番やっぱザクがね、あのめちゃめちゃ好きで、デザインもうデザインすげえかっけえじゃん、ザクで。あのモノアイのモビルスーツといえばザクがすごい好きなんだけど、まあドームマチルダさんの恨みもあるしね。だからあんま好きではないんだけど、でもねめっちゃかっけえわトリプルドーム、あのドームヘッド買ってよかった、ゲットできてよかった。 逆にこれトリプルドーム来てくれてありがとうってなったわ。すげえかっけえわ。あとは残りの2種をゲットしてきて、いやでもガチャでやってもいいかな、なんか被ってもいいような気がするな。ドームこれトリプルドームで永久保存版で、あと色塗ったりとか改造、あ、目を光やってみようかな。いや毎回思うんだけどね、ブルってさ、あのブルってできないんだよね。壊す、絶対壊すもんな。まあ、被るでもね、台無しにするの嫌なんだよね。だから、ちょっと、いや、考えてこれだけ。まあ、気が向いたら、できそうだったらやるわ。あの、目を光らせてみたいし、暗闇の中で。うん、だから、ちょっと被りも、だからガチャで見つけたらガチャでやるかも。フィギュアショップになかったらガチャでゲットしてくるから、被ってもね、全然 OK だ。トリプルドーム、揉ませてくれ欲しいもんな。いろんなとこに。あと、シールがあるのすげえ良かったわ、シール。1枚多く入ってたけど、今回。めっちゃびっくり。まあ、こういう紙はよくあるか、紙とかシールはね、かぶって入ってたりとかさ、この前なんて違うの入ってたじゃん、あのチャッキーのやつ。あれが今年で一番ビビってから、シール違うの。紙がないとか、入ってる、ダブルで入ってる結構あるんだけど、違うの入ってるって初めてだったから、全く関係ない恐竜の入ってたからね。あれは受けたような。ということで、また次回、次のね、ヘッドガチャガチャでお会いしましょう。ドームヘッド最高だった。もう100点満点中で、リミットブル限界突破して、150点いった。これすっげえかっけえわ。